と延々喋りたくなるライブと、なんだかわかりませんけど、とにかくいっぱい歌いたくなりますので、あの歌いますというライブとありますけどね、今日はちょっと歌いたい感じですね、とか言いながら喋ってますけどね。ただこういうのを脳声山を越え、脳声山を越え、脳声山を越え、卓球ピンポン卓球ピンポン卓球ピンポンみたいな感じのことをやっていれば、いつの間にか何かにはなってるだろうなと思って。そういうことありますよね、うん、音楽が好きかどうかは分からないけど、なんかそういう何かがあるっていうのがありました。お前は何にも分かってね、そこで足がなかったらここにたどり着いてねえんだよ。情熱が欲しいな。